はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日はね、タウンホール11の攻撃なんですけども、相手はね、タウンホール12を攻めたっていう動画ですね。なかなかハイレベルなアタックです。まあ、今回は良太郎さんでね、かなりこの方の攻め安定しているんで、見ててね、すごく面白いんですけど、こんな陣ですね。これまあ、どうでしょう、タウンホール12の、まあ、序盤ぐらいのレベルはありますかね。大砲とか、アッチャットとかはね、少しレベル低いんですが、インフェルノも3本あって、ギガテスラもしっかりレベル5なんで、結構、まあ、崩すにはね、タウンホール11からすると苦戦は当然するんですけども、これをね、かなり圧倒的に全開してくれているっていう動画です。で、今回ね、皆さんにお話ししたいのは大きく2点。1つは、タウンホール11の全開戦術としての、クイヒーボーラーっていう戦術ね。まあ、これだけじゃないんですよけどね。この攻めの場合にはもう1点、なんていうかな、テクニックを使ってるんで、まあ、そこも話していきたいんですけど、戦術が1個で、もう1個はね、その戦術をこういう陣に合わせてどうコントロールしていくのかっていうことです。この2点もね、ちょっと今日お話ししていきたいなというふうに思います。で、もう始まっているんでね、ちょっとまあ最初は全体流してみましょうか。まずクイヒーがね、だーっとこう歩いていきますね。歩いていって、で、やっぱりね、ここら辺からもう中に入れたいっていう意図が分かりますよね。分かるんで、ここからバスターを展開しながら、サイドカット用のペッカーで、クイヒーがね、それないような格好を作りながら、しっかりバスターで穴を開けてきますね。で、サイドカットがあらかた済んだというところで、今度は一気にボーラーを流し込んで、このボーラーを出す場所もうまいですね。間違いなくこの穴の中に入っていくようなところから流し込んでいって、で、あとは、インフェルノがマルチ2個ありますんで、ここからね、結構ボーラーが焼かれないように、早めの投網を使ってますね。でもこれは確実に星2を取っていこうっていう、もう考え方だと思いますね。なので、まあトームもこのギガテスラまで待たずに使ったんでしょうね。ちょっと早めにマルチ IT 対策でね。でいうことでやっていくうちに、あれよあれよという間に、なぜかこの8時方面にね、こうユニットがすごい集中してるんですよね。でこれがね、後でちょっと説明したいんですけども、この戦術のね、すっごいうまいところです。で、もうね、まだレイジ1個残してクロークも残ってると。でヒーラーも結構大量に残っている上に、ボーラーもまあまあで、まあまああらゆるものがいっぱい残っていて、よくね、このなんていうのかな、レベル高い G に対してこれほどね、終盤ユニットを残せるなっていう話なんですけど、まあ残ってますよね。で、最終的には、もう呪文とね、特殊能力を全部フル解放して、でここから最後の区画を押し切っていくと、まあ、いうことですね。で、そうなっていくんですけども、じゃあ、ちょっとね、もう一回このリプレイを流しながら話したいのは、なんでね、こういう形ができたのかっていう、まあ、そのポイントを、お伝えしていきたいなというふうに思います。で、ね、もう一回序盤の入りからゆっくり一個一個見ていきましょうかね。まずは、ベビドラでサイドカット、まあ、この辺っていうのはね、やっぱ対空砲の届く範囲が割となんていうのかな、内側なので、ベビドラを倒せるユニットがいないですよね。このベビドラの判断はナイスですね。で、まあ強いて言うなら、まあ、バルーンを1個ぐらいここに投げてね、フォーミングがあるかどうかチェックぐらいしてもよかったかもしれませんね。まあ、でそんなことをしているうちに、ベビドラがしっかりカットをしてくれて、でクイヒーを展開していく。もうこれでクイヒーが時計回りに回ることは、まあ、ほぼほぼないですよね。クイヒーを出す位置も今のこのウィザードがいるところじゃなくて、ちょっとこの11時側にすることによって、ここのね、ババキの祭壇をたげらないようにしてますね。これお見事です。で、まあ、こっちはもう割とね、壁の外側の角が狭いので、そこにしっかりペッカーを出して、カットをしていきますね。多分最悪このペッカーはね、流れちゃっても、まあ良太郎さん的には良かったのかもしれませんね。で、壁に穴を開けていくんですけども、ここでちょっと見てほしいのがね、このこれなんですよ。こいつネクロがいますよね。で、ネクロプラスちょっとこれボーラーがついていってくれていて、ここでネクボーの形ができてるんですよね。これね、どうなんでしょう、意図的だったのかな、それがまあもしかしたら偶然の産物かもしれませんね。ただまあちょっと1個お話しすると、ネクボーっていうのはね、本当にね、こういう外周に強いんですよ。こういうところ見てほしいんですけど、壁の内側1区画分しかない場合っていうのは、2マス空いてるとボーラーの攻撃が届かないんですけどね、1マスだったらボーラー届いちゃうんで、こういう風に全部ね、ボーラーがこの壁の内側を壊しながら前に進んでくれるんですよ。ってなってくると、別動隊として機能しているこのネクボーが最終的にこの 8G で合流すると。で、このジャンプ、主力のね、ルート作りですよね。ここから出した主力をこっちに流すんじゃなくて、こっち
5時じゃなくて8時、まあ、7時方面かなに流している。なんでかっていうと、一つはこっちから出したね、もしかしたらペッカとネクロでここを潰そうとしたのかもしれませんね。ただ何かしらでここを潰そうとしていた意図はあったのは感じましたけど、まあ、そいつらと早めに合流させたいっていうことで、早めに合流した後じゃあ残った防衛施設大丈夫なのってとこに関しては見てほしいんですけど、こっち側壁のねすぐ内側に防衛施設がこう並んでるじゃないですか。これってもう防乱の攻撃が届きますよね。まあアシャックに頼るまでもない、まあ、インフェルノもそうですよね。1マスしか空いてないんで、ここからだったら防乱の攻撃が、今防乱がいる位置ね入っちゃうじゃないですか。なんで変にねこちらに突き抜けていって、この辺の防衛施設とこっちから挟み攻撃を食らうっていうことを、やるよりは、もうなるべく別装隊がね来ているこっち側に主力を逃がしちゃって、で残ったこの、6時から3時面っていうのはもう壁の内側にしか防衛施設がないから、別装隊とね主力が合流して残った戦力で自然に壁を沿うように歩かせれば、それでも終わるだろうという判断ですね。このねルート作りっていうのがまあうまいですね。しっかりこう星2を狙いながらも残った余力っていうのを上手に使ってこういう攻め方をしているというところですね。まあ前私がねボーラーとかを大量に積むよりもなんだホグライダーを入れた方がいいよっていう話をしたんですが、あれはね全開を取りたい場合の話ですね。今回の涼太郎さんは、まあ、明らかに格上攻撃なんで確実に星2を取らなきゃいけないという中で、その中心部にね流し込む、ここに流し込む主力のボーラー部隊の数はどう考えても減らせないんですよ。減らしちゃうとマルチ IT ここ2本あるんで一気に焼かれてタウンホール落ちなくなっちゃいますからね。そうならないようにもう主力はもう、多少序盤のオーバーキルは覚悟の上でこうボーラーを大量に流し込んでいくというところですね。流し込んでいって、で、タウンホールまで壊す、で壊し終わった後でもちょっと威力が残るだろうから、多分これはね、なんだおまけですよね。おまけ感覚で多分行ったんだと思います。このジャンプもね多分この辺でバスターがやられちゃった場合、タウンホールのあるこの区画までジャンプで流し込むことを考えてのバックアップ多分ジャンプだったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それを使わずにねバスターが結構伸びてくれたんでジャンプをここに使うことができて、で最終的には、うまく機能したこの別装隊と、合流しながら、最終的にねこの6時3時面かなのところを、一気にこう押していって全開まで持っていくことができたというところですね。まあ非常にお見事ですね。まあ、やっぱりこういうなんていうのかな、格上の攻めっていうのは今クランリーグでねいろんなクランが直面しているかなり悩ましい問題だとは思うんですが、ぜひね、まあ、こういう攻め方っていうのは同格同士のダンホール11同士でも通用しますし、こういうね多少格上でも通用するというところでね、ぜひこの、戦術そのものとあとはルート作り、参考にしてもらえたらというふうに思います。というところで本日は失礼いたしますが、よろしければ、チャンネル登録グッドボタン、そして今後もどうぞご視聴よろしくお願いいたします。では失礼いたします。バイバイ。